私が長年やっております仕事のスタンダップコメディ、そんなの聞いたことないよと、日本人の人に言われるのは、もちろんのことなんですが、日本人スタンダップコメディアンということになりますと、本場アメリカ人からもそうだと聞いたことねえぞになってしまいます。世界中で私以外本当に誰もやってないんだなと実感することがあります。アメリカ入国です。皆さんもアメリカ入国の時は入国審査官から名前と仕事を聞かれると思います。でそれらに答えると入国ですが、私の場合は少し違います。入国審査官が名前と仕事を聞いてきますので、小池良介です、仕事はスタンダップコメディですと言いますと、退屈そうにしていた入国審査官、むくっと顔を上げまして、私のパスポートを見て「But you're Japanese!」と言ってきます。この意味はどちらかというと「お前みたいな日本人にコメディできんのか?」といったニュアンスを感じましたので、私は「Yeah, I'm a Japanese stand-up comedian!」と「日本人もコメディアンいるんだよ」と言いますと「あ、そうですか、分かりました、なるほど、ありがとうございます、どうぞ」とはならないです。代わりに「あ、そうですか、なるほど、じゃあここで今から私にジョークを言って笑わせてくださいよ」と言われます。Tell me some joke というこのやり取りを、ニューヨーク、ロサンゼルス、デトロイト、ミネアポリス、シカゴ、ワシントン、あらゆる空港で私毎回言われております。パスポートとグリーンカードまたはエスタで入国できるところですが、私の場合はこれらに加えてこの入国ジョークなるものをいつも携えて、皆さんと同じように並んで受けるのかどうかいつもドキドキしながら待っております。緊張に包まれた入国審査の場所で、入国審査官の高らかなる笑い声が聞こえますと、それは私、世界唯一日本人スタンダップコメディアンのアメリカ入国 OK のサインで、これを25年やっております。日本人スタンダップコメディアン、このように体一つでマイク一本、ニューヨーカーに英語で笑わせる、お笑いのようなもんというふうに説明する人もいますが、この説明はあんまり好きではありません。というのも、これを言いますと日本人の方から「英語でコメディなんて英語がもともとうまい方だったんですよね」とか「ニューヨークでお笑いなんて笑いのセンスがもともとあったからだからできるんでしょ?」と言われます。日本人がニューヨークでコメディやろうとした場合に、このうまい英語と笑いのセンス、必要不可欠とパッと浮かぶと思いますが、この2つの要素私持っておりません。昔なくて今あるとかではなく、今もこれないままでやっております。実は私、耳に障害を持っております。幼少期の頃からある一定の音域が全く聞こえません。そこに英語の音域がズボッと入っているようで、今でも英語の聞き取りは半分以上は勘に頼っているという、そんな状態でやっております。それと、アメリカに渡ってからのテストで偶然発覚します、この極度の ADHD と極度のアスペルガー症候群、この影響だったと思いますし、今もそうなんですけど、なんか落ち着くことができないんですね。すぐこう集中できずうろうろしてしまうので、英語の成績は2でした。10段階の学校の2というありさまでした。さらに私の出身地はここ愛知県、お笑いに全く縁のない地域ですよね。車を作るのは皆さん大好きなようなんですが、笑いに関しては全く興味ないまま一生過ぎていく。緑も豊かで素晴らしい街だと思うんですが、お笑いは不毛です。人口はいまだに増え続けていると、そんな町らしいんですけど、日本で有数のお笑い過疎が今でも進んでいる、そんな地域です。私が英語の能力、そして笑いのセンス、ここら辺に備わってなかったというのは十分な裏付けになると思います。あ、なるほど、じゃあかなり努力した方なんですねと言われますが、努力は普通です。そんな誰からの目からも見ても異常なほど壮絶な努力をしたということはしてません。どんなに努力してもできなかったという、そっちの経験の方が多いので、私は努力は信用しておりませんし、努力を信用しているという人も私は信用することはできません。笑いのセンスもなく、英語もうまくなく、努力もなく、才能もなく、一体どうやってニューヨークでコメディをプロのレベルでできてるんですかと言われます。何かを成し遂げるのに必要なのはこの努力と才能だけなんでしょうか。もう一つの要素があるじゃないですか。でこのもう一つの要素、実は誰にも大切にされてません。もったいないなといつも思います。ですがこのもう一つの要素が私にとってのニューヨークすべてでした。その要素が、才能でもなく努力でもなく、助けられる、助けが入るという要素です。はあ、助けって感じですよね。もったいないと思います。ぜひ皆さんにもこの助けという要素使えるようにと思って、私の時間があると思っております。私がニューヨークに渡った時、才能と努力本当になかったです。ただニューヨークのコメディ業界の激しい荒波に抗う、ただそれだけ、何の成果も出てない、そんな私にニューヨーカーたちが声をかけてくれました。リオ、あそこのコメディクラブお前出たがってたじゃないか、オーナーと話しつけといたから今から行ってこいよとか、今度テレビでコメディ番組があってコメディアン探してんだ、お前ぴったりだと思うからここにメールしろよ、マイクって言うんだ、電話とかどうだ。これらすべて本来ライバルであるはずのコメディアンたちの言葉でした。不思議でしょうがなかったです。成功へのテーブル、成功への椅子は数限られてます。ライバルは少ない方がいいに決まってます。なのに彼ら助けてくれるんですね。で彼らの紹介のおかげで私はコメディの出演機会を得ていきます。コメディ番組のテレビにも決まります。ニューヨークのコメディクラブのレギュラーの座を射止めることもありました。私がレギュラーになった分、外れるコメディアンが出てきます。その外れるコメディアンは私を紹介してくれた当の本人、彼らだったりもします。なのに引き続き彼らは私を助けてくれます。なぜか。まず彼らは誰かに助けられてここにいたからだったんですね。自分がされたことをただ外国人である僕にもしたという、それだけですが、アメリカ、ニューヨークというと何かこう奪われたら奪い返すとか、やられたらやり返すというイメージですが、同様にこの助けられたら助け返してしまう、この助けられのメカニズムが強烈に働く街で、このメカニズム、仕事以外の実生活にも及んでます。印象的な出来事がありました。貧困日本人留学生としてニューヨークで暮らしている私には、同様に貧困な日本人の留学生3人がいまして、この4人でごくたまにレストランに行きます。貧乏人なのにレストランなんですか。ですがこれは貧乏人の知恵で、行くのは韓国レストランに限りうまくいく方法です。4人で行ってオーダーするのは一番安いカルビ1皿だけです。そこには突き出しがついてきます。この突き出しこそ私たちの目的です。日本の居酒屋と違って韓国レストランの突き出し7個も8個も出てきますよね。キムチ、ナムル、ゼンマイ、卵、サラダ、お魚、スープ、寒天とか、でも全部このぐらいちっちゃいお皿なので、4人で食べるとあっという間になくなってしまうのでおかわりです。このように突き出しをおかわりする人はまずいません。私たちだけです。非常に目立ちますが、目的なのでおかわりをし続けます。何回おかわりをしたか覚えてないくらい、もう10回を超えたぐらいで、奥からオーナーとおぼしき韓国人が私たちのテーブルにやってきます。4人座っていて、オーダーは一番安いカルビ1皿。それを見て全てが理解できたようで、1つだけ質問をしてきました。お前たちは日本人なのか、でした。私が日本人です。それを聞くと彼はそのまま奥へ戻っていってしまいました。瞬間的につまみ出されると、それ以外思わなかったです。しばらくしてその韓国人オーナー、私たちのテーブルに帰ってきて何をしたか。4人に1人に1皿ずつのカルビをこう置いてってくれるんですね。ちょっと大盛りなぐらいなやつを皆さん4人に置いてって、私はビビってしまい、すいません注文してません、払えませんよって言いますと、彼、これは私のおごりですというので、なんでこんなことしてくれるんですかって言いますと、その韓国人のオーナー、以前日本に住んでたことがあったと言っておりました。東京の新大久保駅あたりと言っておりました。祖国を離れて、貧しく暮らしている彼を、この新大久保駅の人たちがいろいろ施して助けてくれたと言っておりました。ご飯を食べるお金がない時なんかは、近くのレストランのオーナーがいろいろ食べさせてくれてしのぎれたと言っておりました。しばらくすると、その彼、日本を離れニューヨークへ流れ着きます。そこでレストランをします。成功しますが、ニューヨークのレストラン業界も厳しく、ただ荒波に揉まれてる間に、新大久保駅の人たちにお礼を言う機会がなかったと言ってるところに来たのが私たちです。ご飯を食べるお金もない私たちを見て、当時の自分と重ねてしまって、彼曰く、同じことをしてしまったよ。店をその後出て、他の3人の留学生は口々に、ラッキーだったな、いい人でよかったな。私だけは少し違うイメージを持ってました。あ、また助けられた、助けはこうやって脈々と流れているんだと。こういうことを言いますと、こういうふうに考えちゃう人もいるかもしれませんよね。そんなに厳しいニューヨークで、これならば世界中どこでも成功できちゃいますよね。だってみんな助けてくれちゃうんですもんね。みんな助けられて、みんな成功しちゃいます。確かにこの助けられのメカニズムは鉄板です。私が努力とか才能が、限界があってしょうもないなと時々思ってしまうのは、どちらも我が事だからです。社会を無視した、いわばマスターベーションのような考え方だからです。助けは相手がいります。助けられるのにも相手がいります。助けは社会そのものだと思ってます。助けの流れこそ社会の流れ。助けは助けられた相手が嬉しいばかりではなく、助けた本人も、あ、俺は社会でも役に立つ存在なんだという、社会の醍醐味を実感できる貴重な機会です。人は本来助けたい、そういう生物なんだと思ってますが、実際は全員が助けられてませんし、全員が助けてません。実はこの助けられのメカニズムには強烈な一つの例外があります。この例外に比べると、あんなに助けたいと思っている人たちが急に助けを拒否してしまいます。そんな例外、それは助けを期待していると助けてもらえないです。本当に不思議なんですけど、この助けを期待している心はすぐバレてしまいます。同じ作業をしてるんですけど、助けを欲しいなというこのスケベ心、すぐ見透かされてしまうんですね。これは私の実体験からです。こちらの写真をどうぞ。これは私が他人を充てにする、期待する心、そして結果にだけ期待するこのスケベ心にあふれ返ってる26歳の私です。お前はダンスの才能の塊だという、そういう評価に期待してました。これは踊ってる写真というよりは、期待に踊らされてるという、そういう写真です。それを実証するかのように、この後全ての期待に裏切られます。何も残りません。大きな挫折感、大きな失望感というか、もう大きな、忘れてしまいました大きな挫折感、失望感、大きな敗北感、そういうもんなんですけど大きな挫折感、僕はあまりにも大きすぎて、癒すことができなさすぎて、無心のまましたのが笑いのネタでした。皮肉なもので、私が無心で無欲で笑いをしているところに助けはやってきます。大きな敗北感の中、大きな挫折感の中、そこから脱出しようとしている人を、人はほっとかないんだなと思いました。これが大きな契機となって、私は期待するということを全くやめました。同時に助けが来るようになりました。言い換えるならば、応援されたんだと思います。笑いというのは本当不思議で、期待をしていると必ず裏切ってくれるんですね。それが今日もそうなんですけど、きっと皆さんもスタンダップコメディアンがスピーカーにいるんだったら、きっと楽しい笑いにあふれる舞台になるんじゃないかという期待をしてたのかもしれませんし、私は私でお笑い過疎地なんだから笑いなんか起きるかよという、ある種期待をしてたんですけど、いい意味でちょっと裏切られましたよね。この笑いの厳しさを教えてくれた街がニューヨークです。そのニューヨークに、この舞台が終わったらすぐ戻らなければいけませんが、この時期なので少し入国が心配です。もし私が入国できなかったら、それは感染症という理由もあるんでしょうけど、私の場合は、入国ジョークが滑ったということも考えられると思います。こんな偉そうに言ってても、まだまだね、ちょっとぐらい受けないかなという期待をしちゃうもんだなというふうに思ってます。期待とは裏切られるためにあるです。もしうまく入国できなかったら、このお笑い過疎地、お笑い不毛の地、愛知県にまた戻ってこなければいけません。その時は皆さんお付き合いしていただきたいと思います。その時はよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございます。